それでは始めます。さあ COH2 の実況解説の動画を始めていきたいと思います。今回の戦い、日本人同士の対決というようなところで、私とあと矢倉がこいさんの対決となっております。矢倉がこいさんは少し前の動画でも出てきましたが、まあ、日本ナンバーワンプレイヤーであるヘンジャーさんを打ち破ることができるぐらいの実力といったところでは非常に高レベルのプレイヤー、何か汚い言葉を使っておりますが、マップはロードトゥハリコフ、ロケーションは矢倉小井さん北側国防、そして南側がアメリカで私となっております。まあ、ロードトゥハリコフ縦長のマップになっていまして、燃料と弾薬につながるところの SP が真ん中の方にあるといったところでは、お互いここをカットすることによって、まあ、重要な補給線を断つことができるといったところでは、守るべきところがはっきりしているようなマップになっています。要所に建物があるといったところも特徴的で、まあ、よく 2V2 のマップなんですね、本来であれば。なので、ちょっと 1V で戦うには広いマップになってはいるのですが、今回はここを舞台にゲームが展開されていくというような形になっています。さあ、まず私は、自陣側の建物に近いところに陣取って、矢倉さんはカットポイントに工兵を走らせて、まあ、燃料に対する補給線を切っていくわけですね。でここに MG が構えているのが分かりましたので、これをいち早くとがめていきたいところなのですが、私はまず MG を追い返す道を選びました。 MG に引っかからないように左右からライフルマンを展開していって、護衛のグレナディアが前に出てきましたので、これ以上は前に攻めることはできません。強引に攻めても損害を出してしまうだけといったところでは、この MG をまずなんとかしなければいけません。脇から回り込ませて MG をリトリート、追い返すことに成功しました。しかし、その間にちょっと操作が遅れてしまった、逃げ遅れたライフルマンが公平の接近戦に打ち倒されてしまう。さあ、この段階で矢倉小井さんのユニット2体リトリートしているといったところでは、前線からユニットが少ない状況になっているんですね。ただし私は1体ライフルマンを失ってしまっているという形になっていますので、戦力的にはかなりのディサドバンテージとなっています。しかし戦闘を優先したがために矢倉コイさん、ほぼほぼマップを取れていないんですね。燃料も弾薬も上がっていない、ここの SP が1箇所上がっているのみといったところでは、燃料や弾薬といったところがほぼほぼ入手できていないというような状況になっています。燃料収入を見ても分かる通り、プラス7しか、1分間の収入がプラス7しかない、私が23あるといったところでは、ユニットで戦闘で勝っていても資源が足りない、そういうような状況になっていますね。さあ、そういったところから矢倉越さんはモーターを生産、肉壁となるグレナディアを2体、そして歩兵を抑え込む MG、そして後ろから攻撃するモーターというようなバランスのいい編成。対して私はライフルマンしかいませんので、ライフルマンの突破力でなんとかこの陣形を崩していかなければならないというような形になっています。さあ、矢倉小井さん側の燃料の旗を上げ切って、そこのそばの建物を確保することによって、矢倉小井さんが旗にアクセスできないような形をとっています。しかし建物に構えていても、後ろの方からモーターで撃つことができる。建物の中の歩兵に対しても強力な攻撃を与えることができるのがモーターの力だ。時間を稼いで建物の中に粘ってはいるのですが、さすがにこれ以上居座ることは不可能、あやなく逃げていくと。そして私はもうすでにドクトリンを選択しています。ライフルカンパニー、戦闘力に乏しいリアエシロンに火炎を装備させることによって戦闘に参加させることができます。それを横から流し込むことによって相手の陣形を崩せ、上下から相手を挟み込むようにして相手を追い返していく。ここはうまく決まりましたね。さあ、そして燃料を上げようとしているのですが、火炎放射器、強力な対歩兵装備をしているリアエシロンがプレッシャーを仕掛けに行くことによって相手に旗を上げさせない。そういったところではうまくフランクが決まったというような形になりましたね。
私がうまく、マップコントロールを得られているというような状況になっています。ただしまだライフルマンが、やられてしまったダメージを引きずっているんですね。ライフルマン再生産しましたのでちょっとテックを上げるのが遅れてしまいました。ただ相手もヤグラコイさんも燃料が全く足りませんのでテックが上げきられていない、そういったところでは初期にユニットを失ったとしても互角以上の戦いをすることができているというようなところでございます。さあその隙をついて M20 を生産、非常に機銃の攻撃力は高く機動的に立ち回れるユニットになっています。そこまで装甲が高くないのであまり体力がないユニットですので、まあ油断していたらあっという間にやられてしまうのですが、まあ、非常に遠距離から相手の攻撃が届かないところから無慈悲に相手を削っていくことができるといったところでは非常に有効的なユニット。さあこれをうまく機動的に使うことで相手にさらにマップを取らせないようにしていきたいところですね。さあそうしたところではヤグラコイさんスナイパーを生産、スナイパーも遠距離から確実にワンショットワンキル歩兵をやっていくことができるユニットですので、アメリカにはなかなかこのスナイパーをやる手段がありません。M3、M20 でしたらスナイパーを倒すことができるのですが、まあ、それをさせないためにグレナディアが常にスナイパーを護衛するというような形を取ってくるわけですね。グレナディアは、ライフルグレネードじゃないですね、ファイアパンツファーストを撃つことができますので、このファウストを撃たれてしまうと車両は身動きが取れなくなってしまう、そういったところではグレナディア相手には遠距離から当たっていき、それ以外のユニットには近距離戦を仕掛けていくというようなプレイングが求められます。おっと危ないぞ危ないぞ、ここに地雷が仕掛けてある。ヤグラコイさん油断も隙もあったもんじゃありません。テラーマインをここに仕掛けている。対戦車地雷で M20 でしたら一撃で持っていくだけの威力を備えている地雷。さあライフルマンで撃ち合っていても後ろからスナイパーで撃たれていては打ち勝つことができないんですね。ライフルマンが帰っていきましたが、スナイパーの護衛のいないところから歩兵を回すことによってなんとか相手を追い返すことに成功しました。さあスナイパーが前線から遠ざかったうちになるべくマップコントロールを取り返していきたいところ。さあグレナディアに対しては遠距離から M20 を当てていく、そしてサイドからはライフルマンを流し込んで相手の前線を組み立てさせない。さあ MG がセットアップして脇にはスナイパーとグレナディア、しっかりと護衛を戦力を整えた上で歩兵を待ち構える、戦力を待ち構えるだけの体制を整えていきます。まあ、私はここで相手に前線を張られてしまっても特に問題はないんですね。まだヤグラコイさんはマップコントロールを取れていません。燃料も常にライフルマンがそばの建物で護衛をして旗を上げさせないようにしているというような形ですので、ここの先から相手を攻めさせることができなければ私はこの VP を3つ確保することができて戦場を優位に持っていくことができるというようなところですね。さあしかしヤグラコイさんも黙ってはいられません。 MG スナイパーグレナディアというような編成で知人側の燃料を取り戻しに来る。まだずっと燃料取られたままですので、あのフェーズ1のテックアップが済んだだけというようなところでまだ車両を出すところまでは進んでいないんですね。なんとかテックアップは完了、燃料もなんとかギリギリ30溜まっていますので 222もしくは火炎ハーフトラックを作れるというような状況にはなっています。しかし私の方ではもうすでに、テックアップが進められるような、あ、まだですね、もう少しでテックアップが進められるというような状況になっていますので、早めに上級ユニットに対処できるだけのユニットを揃えていかないとヤグラコイさんとしてはかなりまずい状況になっています。さあ危ない危ない、地雷があるぞ、地雷があるところを踏んでしまう。さあまんまと M20 で調子に乗ってしまったわけですね。このように、まあ、前線に思い切り攻め上がることでアグレッシブに戦うことができるのですが、調子に乗っていると今のように地雷を踏んでしまうと大損害です。そして車両がいなくなったタイミングでヤグラコイさん満を持してツツツを出してくる、こういったところは非常にうまいですね。
殺術が戦えるような環境になりました。しかしちょっと私の方もテックをすかさず上げて、さらに別の車両を作り直してたんですね。スチュアートを生産、まあ、スチュアートは非常に対車両能力が優れている車両になっています。なので M20 は対歩兵用、そしてスチュアートは対車両用というような形で役割がしっかりと分かれているわけですね。そしてもちろん歩兵に対しても当たっていくことができる。瞬間火力はないものの遠距離から歩兵を削っていくだけの力を持っているのがスチュアート。万能な歩兵だ。危ない危ない、建物の中に入っている。注意が危うく死にかけるところで追いかけていきますが、すかさずスチュアートを前面に出してプレッシャーを仕掛けていきます。機銃と手砲を撃つことで歩兵に対してもある程度の攻撃力を発揮できるのがスチュアートのいいところ。さあ現在 VP ヤグラガコイさん250、半分をすでに切っている状況なんですね。開始10分ちょい11分近くといったところで、すでに半分近く VP が削られているといったところでは、なかなか長期戦がやりにくいような形になっています。国防という陣営は長期戦であればなるほど後半強力なユニットを生産することができますので、アメリカというのはいち早く相手の VP を削ることによって後半戦に持ち込まれないようにする、そういった戦い方が大切になるわけでございます。そういったところではうまく最初のうちに VP を3つ確保することができたといったところでは、アメリカにとっていい流れができている。さあしかし先ほどと違うのはもうすでに燃料がやらこさんやや確保ができているわけですね。これによって順当にテックアップを行うことができますので、フェーズ2へのテックアップ、フェーズ3へのテックアップといったところをこれからやっていって、上級のユニットを揃えていくといったところが国防の戦い方になります。ただそれまでには VP を削られてはいけない。なのでなるべく早いうちに自陣側やもしくは空いているサイドの、VP ですね、そちらをいち早く確保していくといったプレイングが求められます。逆を言えばそれをさせなければいいわけですね、私は。なので歩兵が上がってくるところに対してはスチュアートを遠距離からぶつけていって相手に損害を強いると。国防という陣営はセチケルユニットが非常に多いのが特徴的になっています。なので機動的に立ち回ることが難しい。拠点防衛には優れている陣営なのですが、なかなか攻め上がって機動的に立ち回る、スピーディーに立ち回るということは難しくなっている。そういったところではなかなか VP を取りに行くことができない。ちょっとスチュアートも無茶をしてしまいましたね。前の方に出たことでファウストを食らってしまう。そして AT ガもそばにいますので、 AT ガがしっかりと構えてスチュアートを捉えていく。スチュアートダウン、これはやらかしてしまいましたね。スチュアートをちょっとアグレッシブに扱いすぎました。相手の AT ガンがいるところに突っ込んでしまってしっかりと捉えられてしまった。そういったところでは歩兵しか今現在私の戦力にはいないというような格好になっていますので、なかなか無茶をすることができないんですね。壁を張るユニットがいない。消耗戦を強いられてはアメリカというのは非常に弱くなる。マンパワーが少なくなってしまったら何もできない。アメリカと陣営は歩兵が非常に多いために、歩兵一人一人を補充していくといつまでたってもマンパワーが足りない、補充できないというような形になってしまうわけですね。そうすると上級のユニットすら作れない、そういったマンパワー地獄に陥るというのがアメリカのよくある負けパターンですので、それをさせないために車両を中心に修理をすればまた前線に立ち戻ることができる、マンパワーを温存しながら戦うことができるといった形が理想なのですが、車両をやられてしまったんですね。そういったところではちょっと慎重に戦わざるを得ない。さあこれからがヤグラコイさんの時間になるでしょう。国防の時間です。非常に守りやすい陣営、そういったところではアメリカに損耗を強いていって時間を稼ぎつつ上級のユニットを揃えていくといったところが理想的な国防の戦い方となるのではないでしょうか。さあ VP もちょっと2つ取られていて相手の VP を削ることができていない。そういったところでは私としては早めにVP を取り戻して残り少ない矢倉横井さんの VP を削って勝負を早めにつけたいというようなところになっています。さあ歩兵に BAR 武器を装備させることによってさらに対歩兵能力をアップ、そうすることでさらに相手の戦力を削っていこうというような選択肢を選んでいます。そしていち早くセットアップチェック、いち早くテックアップを行っていきたい。
T4 のテックアップをすることができるはシャーマンやジャクソン EG8 など強力な車両を作ることができます。それをいち早く揃えることによって相手の歩兵に対して完璧なプレッシャーを与えることができる。それまでは耐えしのがなければならない。少しでもライフルマンの損失を抑えて資源を温存することによってスムーズにテックアップをしていきたいといったところが今の私の求められているプレイングといったところでございます。さあ、そういったところで弓と固めて相手をカッコ撃破していかなければならない。ベッドの溜まっている強力なライフルマンと注意でグレネードを投げて相手を打開していく。もう少し削るといったところで捉え切ることに成功。グレネディアダウン。こういった形で相手を1体ずつ削っていくことができれば理想的な形です。ユニットを失うといったところは非常に再生産にコストがかかりますので、相手のユニットを1体でも削ることができればそれだけで有利になる。アメリカは非常に攻撃力が高いので、ちょっとでもリトリードが遅れると先ほどのように溶けてしまいます。なので国防としてはなるべく早めにリトリートしなければならないのですが、一瞬たりでも油断はできないわけですね。さあ、非常に防衛能力が高い MG が歩兵に向かって撃つだけでライフルマンは全く動けなくなってしまう。そして動けなくなったところを後ろから砲撃で仕留めるというような構図が出来上がるわけですね。こうすることによって損害なしに相手の戦力を削っていくことができる。ライフルマン帰らざるを得ない。こうやって1体ずつ前線からユニットがいなくなることで戦線が薄くなり突破する風穴を開けることができるわけですね。さあ、風穴が一体開いたところを逃さずに歩兵が前に攻めていくのか。しかしまだ私の方には注意が前線で真ん中の VP を守っていますので、これを突破しなければならないですね。増援のキャプテンも現場に到着。さあ、 AT ガンが構えているが、ここはボカジュの影になっていて2-2を撃つことができない。そうしたところではちょっと陣地を転換して車両を捉えやすいような形に持っていこうとしているわけです。気づいている2-2、もう少し後ろの方に下げたいですね。 AT ガンに捉えられて一発撃たれるだけで持ってかれてしまうぞ。さあ、注意をもう少し前に出して視界に捉えていきたいが、これ以上進んでは MG に捉えられてしまう可能性もありますので、なかなか私も前に出ることができない。さあ、 VP が残り123。そういったところでは VP にどんどんとプレッシャーを仕掛けていく。真ん中と南側の VP が上がっていますので、ここの VP、 北側の VP を旗を下げるだけでも相手の VP に手痛いダメージを与えることができる。そういったところでは旗を無事に下げ切ってリトリート、これだけでいいんですね。旗を下げ切るだけでいい。これだけでも相手の VP に多大なるダメージを与えることができる。さあ、じわ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 と時間を稼いで、相手の VP がついに108、そろそろ100を切ろうかという展開まで持っていっている。さあ、そしてテックアップも完了しました。メジャー少佐を生産完了。少佐を出すことによってテック4がアンロックされる。そういったところではシャーマンですとか EG8、 強力な車両を呼ぶことができます。マンパワーが十分溜まっていて燃料も110を突破したところ、シャーマンを作っていきたいですね。アメリカはシャーマンが非常に強い。シャーマンを作ることで戦場を有利に持っていくことができる。さあ、しかし VP に関してはさすがに維持しきることは難しい状況になっています。今現在私には歩兵しかいませんので、まあ、モーターや MG といったような歩兵を完全に抑えきることができるような編成の国防に対してはなかなかここの VP を2つ以上維持するといったところが難しい形になっています。なのでいち早く車両を生産してそこの線に風穴を開けていきたいところですね。シャーマンを生産開始。さあ、矢倉子さん、非常に熱い編成。 2MG の2モーターに日壁となるグレナディアが3体、さらに機動的に動き回る2-2。さあ、モーターが降り注いで歩兵に対して手痛い攻撃を仕掛けていく。グレネードでなんとか1体モーターを倒すのですが、部品が落ちるだけなので拾い直すことで戦力は補充できると。致命的なダメージを与えるまでには至っていません。なんとか歩兵の押し引きによって戦線の隙をついて VP を下げることに成功はしています。ただ決定打を与えることはできていない。さあ、相手の固まっているところに砲撃をばらまいていって
MG とモーターがリトリート。さあ全く当たっていないんですけれど、これはこれで効果的なんですね。相手のユニットが3体リトリートしたといったところでは、前線からユニットが一気にいなくなったと、そういったところでは VB をより守りやすくなったというような環境が出来上がってるわけですね。今この状況では矢倉越さん、 VB が80を切っている、もう1たりとも VP を失えない形になっているのですが、前線からユニットが遠ざかってしまったことで VP まで攻め上がっていくことができないわけですね。そうしたところでは時間を十分に稼ぐことができている。さあ南側の旗をいち早く下ろしたいが、そこにはシャーマンを当てていく。さあシャーマン非常に攻撃力が高い、当たってはいませんが、当たってしまえば一撃で相手を粉砕するだけの力を持っている。さあ旗は下げることが成功しました。上げ切らなければ意味がないんですね。ヤロコイさんは 一刻も早く旗を上げて VP を削っていかなければなりません。そうしたところでは無理な攻めを強いられている。今のようにシャーマンに打たれながらも旗を下げなければならない、そういったところでは損害を受けながらも戦っていかなければならないといったところでは非常に苦しいわけですね。最初に VP を確保していたところがここに来て効いてきている。さあ強力な一撃では一撃で MG の体力を半分以上持っていく。惜しいですね、ちょっと当たらなかったですね。さあしかしそれに対してはヤオコイさんも AT ガンを生産、2門の AT ガンでシャーマンをしっかりと捉えていく。シャーマンそこまで硬いユニットではありません。 AT ガンが4発撃たれてしまいますと破壊されてしまいますので、まあ2門の AT がね2回撃たれてしまったらアウトなわけですね。なので、まあ、1発でも撃たれたら後ろに下がらなければならない、そして修理をしなければならない、そういったところでは国防側の 2AT ガンという構成、非常に車両に対しては強力な布陣となっています。さあさらに VP を確保するのが難しくなってきたぞ。そしてさらにモーター MG バンカーまで生産している。これ以上歩兵が攻め上がってくることを防ぐために防衛陣地まで立てているといったところではさらにも守りが硬くなったわけですね。さあこの守りを突破するのか、それとも守りをお互いに固めて VP を確保するというような勝ち方もありますので、早めに VP を削っていきたい。シャーマン先ほどのように遠距離からドカンと一発で歩兵を持っていくことができるわけですね。これがシャーマンの力。さあそういったところでは、まあ、なかなか機動的に動き回ることはできないんですが、この AT ガンをシャーマンが来るところに確実に持っていかなければなりません。それが国防として求められるプレイングになっている。危ないぞ、地雷がここに撒いてある。ここシャーマンが通りかかったら一瞬で持ってかれてしまう。先ほどここで M20 が死んでしまったかのように、地雷というのは非常に効果的です。一撃で車両を持っていくことができる。前ですね、前線を上げた隙にここに仕掛けていくというようなところで油断も隙もあったものではないと、まあ、そういったところでは相手が南側に展開しているのが見えましたので、シャーマンを引き連れて北側の VP を確保しに行く。真ん中の VP に対しては今ヤオコイさんがようやくアクセスしに行くというところにはなっていますが、なかなか決定的に相手にダメージを与え切ることができないというような状況の中では、やはり VP を削っていくしかない。残り VP は私は430以上ありますので、まだまだ余裕なわけですね。慎重にユニットを扱って戦力を整えた上で VP にプレッシャーを仕掛けていく、そういった余裕の持ったプレイングというのをすることができます。ただし矢倉小井さんは VP がない、そういったところで余裕がありませんので、多少無茶をしてでも VP を取りに行かなければならない。迂闊に前に出てきたシャーマンに対しては AT ガンが待ち構える。危ない危ない、なんとか木の陰に隠れることによって当たることを防ぎました。さあライフルマンをうまく扱って真ん中の VP を取りに行くことに成功し、さらにシャーマン EC8 を生産。そういったところでは南側の VP に対してのプレッシャーを仕掛けに行く準備ができた。2体の車両がいますので AT ガンだけでは捉えきることができません。そういったところでは今この瞬間がアメリカの攻め時、ライフルマン、リアエシロン、そしてシャーマンを思い切り前線に出すことによって
プレッシャーを仕掛けていく。しかし AT ガンに撃たれていることに気づいていない。シャーマン EG8 が撃たれたことに今更気づいたか。危ないよな。 AT ガンが当たりそうになった。危なかったですね。ちょっと気づくのが遅れて瀕死のダメージを負ってしまいました。油断も隙もありません。このゲームちょっとでも油断してしまうと今のようにユニットが溶けるような可能性が生まれてしまう。一発でユニットが持ってかれた場合そのダメージは計り知れない。あっという間に戦線に穴が開くことによって取り返しのつかない事態になってしまうというような恐れもあります。そういったところでは一体一体を大切に扱っていかなければならない。さあ MG でしっかりと歩兵をサプレスさせて、フォローのグレナディアが LMG を持って相手の歩兵を追っ払っていく。さあ旗を下げにかかりますが、まだ護衛のライフルマンが根元に構えていますのでダメージを受けながらも旗を下げに行かなければならない。強引に旗を下げようとしますが、さすがにライフルマンの攻撃にめった打ちにされて帰らざるを得ない。旗を下げることができない。残り50ポイントを切ってしまう。これなんですね、最初に攻めていくと相手に無理をさせることができるわけですね。損害を強いながら相手に VP にアクセスさせなければならないという状況が出来上がる。そういったところではグレナディアがどん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 削られていく。旗はなんとか下げ切ることができるが、もうすでにグレナディア半壊状態になっているわけですね。さあ私もシャーマンを左右に振って AT ガンから避けるように移動している。南側には AT ガンがいない。そういったところではこのシャーマンを止めるユニットが今現在ヤガラコイさんにはいないんですね。 AT ガンを危うく真ん中の方に戻して護衛に回そうとしていますが、さあシャーマンがずっと暴れ回る。そして VP にアクセスすることができる。でシャーマンもスモークを投げることができますね。ここにスモークを撒いて AT ガンの視界を潰すという作戦に出たわけですね。さあそしてツツツが前に出てきたところにシャーマンを当てに行きますが、そこには護衛のユニットがいる。 AT ガンもいる。そういったところではあまりアグレッシブに動き回ることはできない。さあ VP をなんとか確保して真ん中の VP もなんとか下ろしていきたいところ。しかし私もなかなか攻めあぐねているんですね。 MG が2体揃っていますので歩兵が完全に抑え込まれてしまっている。そういったところではなんとかこの MG を打開してここの真ん中の旗をあえきなければならないのですが、歩兵がついついと抑え込まれている。 MG 非常に強い。そして操作の追いついていなかったライフルマンが1体カジュアリティされてしまう。なかなか攻めあぐねている。攻めることが難しい。そういったところでは歩兵砲を生産して遠距離から砲撃を仕掛けていけるというような体制を取りました。なかなか前線を突破することができません。旗を上げ切ることができない。しかし砲撃を打ち込んで MG を追っ払うことでなんとかライフルマンで旗を上げようとする。攻めてきた歩兵に対してシャーマンを当てて相手を削っていく。さあ残り44ポイント真ん中の旗を上げることができるか。しかし南側は傷つきながらもグレナディアで旗を下げていく。そういったところで私もなかなか残り44の VP を削ることができない。なんとか真ん中上がりきる。真ん中上がりきるが南側をいち早く上げなければならない。真ん中もそんなに早く守れているわけではありませんので、このパイオニアを止める手段がない。歩兵をいち早く上げていきたいのですが、歩兵はすでにリトリートしてしまいましたのでこのパイオニアを止める手段がない。さあそういったところで相手の歩兵がいないことが確認できていましたので相手の設置系ユニットに対して攻撃を仕掛けていく。しかし後ろの方からタイガーついに出てきました。ヤグラコイさんドクトリンはライトニングウォードクトリン。最終的に出てくるタイガー非常に強い。シャーマン EG8 に対しても強く当たっていくことができる。スモークをばらまいて AT ガンの視界を潰しますが時すでに遅し。 EG8 ダウン。車両が一体やられてしまった。そういったところではシャーマンを作り直しですね。無理な攻めによって2体のシャーマンを失ってしまいました。残ったシャーマンミディアムタンクと
再生産した EG8 でなんとか戦線を組み立てていきたいところですが、相手にはこんなタイガーがいる。大砲兵も大車両も何でもできるユニットといったところでは非常に強力だ。ただ MG が1体倒すことができましたので、その感激をついて歩兵を前線に上げさせ、思い切り上げさせて逆に相手の AT ガンを奪うことに成功していますね。さあ AT ガンが1つ減りましたので、シャーマンがうまく立ち回れるような形になっていきました。タイガーに対してはうまく AT ガンを当てていき、残りの車両でうまく VP を確保できるような立ち回りをしていきたいところ。さあヤルコさんもユニットがそこまで潤沢にいるわけではいませんので、北側が今ガラ空きなんですね。ユニットが何もいない。なので私としてはいち早く北側がガラ空きといったところに気づいてハラスをここに仕掛けていきたいわけですね。ただなんとかこちら側の燃料じゃないですね、 VP を確保しようと今は南側に躍起になっている。ようやく1体のライフルマンで北側のハラスに向かっていると、これが非常に功を奏するわけですね。空いているところに対して1体でハラスを仕掛けに行く。そうするとその1体のために相手は戦力を割かなければならないというような状況が生まれます。そうすることによって相手は陣形を動かさざるを得ない。その陣形を動かしたタイミングの一瞬の隙をつけばこのゲームにおいて勝利することができる。さあその隙をうまくついていきたい。南側の VP を旗を下ろし、そして北側の VP に対してもアクセスを開始。さあユニットがいません、対応できるユニットがいません。傷ついたグレナディアしかいない。南側の方でタイガーはかかりきりになっていますので、今更北側の方に向かうことはできない。そういったところではなんとか南側の VP を確保して北側の VP を上げることができれば、さらに相手の VP を削っていくことができる。真ん中に関しては MG がしっかりと構えていくことで歩兵を抑えきる。旗を下ろしきることができるが、いや MG にめった打ちにされていますね。これはなかなか難しいんじゃないか。ピン状態になってしまった。旗を上げきることができない。いやしかし旗を下げきることができた。旗を下げきる。さあこれで旗を下げ切ったことで2箇所 VP 取れていますので、2ポイントずつ VP が減っていく形になります。残り37、35。さあ逃げ切ることができるか。タイガーを前面に出して無理をして攻めなければならない。南側の VP を下げることができるが、なんとか下げ切る。さあ真ん中さえ上げてしまえば VP の減少を抑え切ることができますが、残り VP が30、29。さあ真ん中の VP が確保できるか。 MG が後ろの方から援護に入って、222がしっかりと歩兵にプレッシャーを仕掛けてくる。後ろの方から AT が、ね、フォローを入れていて、222逃げない、222ダウン。さあそして南側の方では無理に過ぎたシャーマンが AT がにやられてしまう。お互い無理な攻めが続きました。お互いがお互いユニットを失うような形になって、 VB としてはお互いが一つずつ拮抗しているような状況ですね。私としては残り26の VP 何度か気づききることによって早期に決着をつけたいのですが、もうこれ以上は構成限界点といったところで一旦車両を修理、小康状態に陥っていますね。対してヤヤコイさん、タイガーもほとんど傷ついていてもう瀕死の状態。国防はもうパイオニシアしか修理できるユニットがいません。そして修理速度もそこまで高くないといったところでは、もうタイガーをこれ以上前線に出すことができないというような状況になっている。この隙をついて VP をなるべく早く上げていきたいところ。しかし私も度重なる連戦に次ぐ連戦で歩兵が失われているんですね。あれだけいた歩兵が4体しかいない。この4体をうまく使って VP を確保していきたいのですが、全ての VP を確保しようとすると戦線が薄くなります。そういったところではどこか集中して得ていくか、それとも分散して相手にプレッシャーを仕掛けていくか、そういった選択肢を考えていかなければならない。私は分散してそれぞれの VP にプレッシャーを仕掛けていくという選択肢を選びました。北側をしっかりと一つのライフルマンで守り、真ん中に注意を向かわせ、南側ではライフルマンと大義が向かって VP を確保していく。さあ VP が2位確保してきている状況で、相手の VP を削っていく。グレネードで相手の歩兵を追い返していく。さあ MG がしっかりと歩兵をサプレスさせていくが、旗がどんどんと上がっているぞ。残り VP が13、11。さあ絶対にどかないといったところでライフルマンが粘っていきますが、さすがにこれ以上は難しい。
無理をして攻めてきたタイガーに対して AT ガンを当てることができるか。残り VP4、 残り VP が1、これ以上旗を上げることは不可能っていったところで GG というような形でうまく勝利することができました。まあアメリカ本当に後半なかなかパンチ力の足りない陣営になっているんですね。その代わり序盤中盤強力なライフルマンや注意、そしてあの M20 やスチュアートといった車両で強く当たっていくことができますので、序盤中盤でいかに相手の VP を押し切るかといったところが重要な立ち回りになります。そのセオリーに従ってうまいこと終盤戦にもつれ込むことなく、なんとか VP 逃げ切り勝利をすることができたというような形で、うまい形を持っていきましたね。 GG ありがとうございました。